暑い、めちゃくちゃ暑い。いやー寝たね。久々にこんな寝たかも。全回復したわ。全回復した。10時間ぐらい寝ました。昨日なんか珍しく9時には歯磨き終わってて、うん、いやありえないよね。9時半ぐらいもう消灯した。いつもさ12時とかじゃん、うん、9時半消灯して、うん、で1回5時ぐらいに目覚めたんだけど、起きたんだけど二度寝して結局今7時半ぐらい。めっちゃ寝た。家より寝れた。こんな寝れるんだね。大学生みたいな寝方した。島はもうとっくに起きて暇そうだった。目パッチリやな。イルルはまだ寝袋入ってる。真夏だよ。暑い、出たい。熱々。涼しいぞ、おっきん。うわ、気持ちいい。すがすがしい。でも暑いね、まだ8時とかなのに。今日も気温上がりそうだね。もうなんか25度以上あるな。サウナ状態だ。Making our way to a distant place, just us two. Somewhere new. We watch the sky fade into the night. すごい。前田夫婦のヤスさんのお父さんがいろいろ伝授してくれてます。いやすごいね。だからもう合うのないからさ、これ自分で作ったって。え、これ思いついたんですか、何かで見たんですか。ネットで見た。ああネットで。女の子がね、はい、ミーキャンプだかってミーキャンプさんがミーキャンプする女の子、はいはいはい、その子の動画でね、見たの。これはいいなと思ってさ。合うのねえしさ。え、中もちょっと撮ってもいいですか。いいよ、なんかチラッと汚いよ。私たちも今網戸を探してて、でも作った方が早いかもね。ないから売ってないからさ、なんかいい、ちょうどいいサイズ。あとテーブルはこれ折りたたみのテーブル。これキャンプに使ったテーブルなんだ。大きいテーブルと小さいテーブルあるやつだ。これちょうど合うんだよ。これ伸ばすとこれでこうピッ。お、簡単。ちょっとこれ簡単。そうそうそう、そうすると、この車でもちょうど合うんです。ぴったり。いいですね、こういうの。でもこれいいよ、本当に。ちょっと、これ。これ何ストッパーでしょ。ドアストッパー。ドアストッパー。これも便利。あった方がいいやつ。これあればね、それと、あと、リアの網。あ、ここに網が来て、そう。で、半開きにする。そう。こういう感じ。はぁ。夏に、うん。ちょっと隙間開けて寝るってことね。そう空気が入ってくると、うん、だってテントの中でも暑いから、車だったら絶対開けないから。相当暑いよ、うん。今日はこの後チェックアウトして八犬山焚き火ワイナリーキャンプ場に向かうんですけど、ミツさんは順調に今ニセコサヒナをチェックアウトして八犬山に向かってくれているようです。昨日ミツさんがサヒナ行ってあまりに良すぎて住民票移しますっていう LINE を私にしてくれて、それ面白くて LINE 見て吹き出したら県に怪しまれて、危うくバレるところでした。今のところバレてません。ヒマ教えてもらったの。ミルルたちは、あんたまだ寝てんの。暑いっしょ。出なさい、加減。なんか冬用のダウンだ。熱中症じゃないの、この表情で。冬眠しよう。牛冬眠しないでしょ。ちょっと暑すぎて、
コーヒータイムなし。アイスコーヒーでもやりたかったね。大変か。でもあどうやってやったらいいのアイスコーヒー。アイスコーヒーってさ、もうクーラーボックスに入れてきたらいいんじゃん。家から作ったやつ。あそうだね。それをさ、ね、もうそのまま飲むみたいな。いいね。アイスコーヒーやろう。やろうか。え、今日に関してはあそこのさ自販機でコーヒー買って、うん、それ氷に溶くでいいんじゃない。え、それめっちゃいいじゃん。俺買ってくるわ。な、何がいい。カフェラテ普通にコーヒー。 あるやつ。あ、なんか甘い、変に甘いやつ嫌だから。ボスブラック、うん、がいいかな。買ってくる。いいんすか。あ、いいよ。俺のおごりだ。あんた小遣い税じゃないしゅやん。いや、虫へのリアクションがでかすぎて。ケン、どうもどうも。できました。それをコップに入れるよね。あー、でも透明のコップないね。透明のコップはない。なんかいいかも。それですごいいい感じの、いい感じ。サルタヒココーヒー監修、ジョージアカールブラック。うちらこういうのあんま買わないけどさ、普段サルタヒココーヒーさんなら美味しいでしょうね。絶対美味しいだろう。じゃあこれでいいか今日。この前なんかキャンプでこんな感じで飲んでる人いんのかな。しかも県の誕生日祝いなのに。いつもより雑。本当はね、透明のグラスにさ氷入れてカラ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 ってね飲みたかったけど、もうこのままいきます。うめえ。うめえ。待って、こっちもうまいよ普通。微糖。ちょっと甘ったるいかも。美味しいけど。あ、うまい。ブラックが好き。美味しい。うまいね。熱すぎ。なんか昨日タープ立てようと思ったんだけど、うん、温泉入って戻ってきたら涼しかったんだよ、うん、あ、そうそう、太陽がもうね沈みかけてたから。そうそうそう、16時とかでそもそも設営終わって、まあいっかっつって、うん、明日の朝暑くて困るかなって話をしてたんだけど、うん、ちょっと横着したところ。暑い暑い、汗が止まらない。この後ね何すんの今日。全然教えてくんないから。いや割と早く出たいのよ。あ、出たい。うん、だから。え、でもそんな早くにチェックインできんの。チェックインとかの問題じゃないんだ。え、これ買い足しました。この間全部吹き出したやつ。妖怪ゆずまみれ。妖怪ゆず人間。ゆず人間、うん、ってことで今日はじゃあもうコーヒータイムこれぐらいにしてさっさと作ります。今日のメニューこちら、札幌一番塩ラーメンで作る冷やしラーメン。これもう最高傑作、超うまい。これあの私たちの本にもレシピとして載せさせていただきました、うん、レシピってほどじゃないんだけど載せさせていただきました。めちゃくちゃ美味しい。久々じゃない。久々、1年ぶり、まあ、夏といえばのメニューです、うん、チラシにくるまれてますね。こちら、県の実家の庭で採れたネギ。いいね。うちの畑、すごいパワーアップしてない。うん、パクチーやら、キュウリやら、セロリ。パクチーも持ってきた。私これ、ラーメンの上に後乗せするから。アジアンテイスト。そう、ナンプラーとか入れたら美味しそう。いいね、うん、どれぐらいに切ろう。意外とこういうのにする。ちょっと長めにね。半熟卵。あっ、あっ、いいよそれ俺で。あ、でも大丈夫だね。修復できました。麺、豆乳。ほんと通常の札幌一番ラーメンの時は、うん、3分なのよ茹で時間。はいはいはい、はい、でも冷やしの時は4分で。あ、なんか前言ってたね。去年も言ってたな。それ言ってた。長いのか。そうそうそう。じゃあケンさん、すいませんが、はい、お願いします。行ってきます。あっち、あっち、これやばいぞ。タイムレス。あ、左だけ。こっちは大丈夫。うん、お決まりの冷やし麺兼お決まりですね。兼急いで、冷やしだから。え、急いで。めちゃくちゃ走ってますね。さすが俊足。ありがとうありがとう。キンキンです。ちょっと一個ケンに怒られること気づいちゃったんだけどさ。何？この中に残った細切れの麺入れるの忘れた、うん、おい。
ちゃんと、もったいないでしょ。いやもったいないでしょ、それ。ん、怒られんだよね、もったいないよ、これ入れなかったら。うん、損したわ。5円ぐらい損した。こちら、余った氷水、キンキンです。これ美味しいよね。うわー、200ね。この隣の粉と200、はい、麺入れます。うわー、うわー、うわー、氷、入れて冷やします。あー涼しい。あとは具を乗せるだけです。で、ネギを置いて、最後この上に備え付けのごま。うわー、いいね、いいね、ごま。お好みでこの SB の柚子もおかけください。完成。これはこちら、夏よ終わらないでパート2。ふぅ、風出てきてさ、マシになったね。いや、これ絶対タブ立てよ、立てよ、次から。ケイト、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ケイ。これ大好きなんだ、俺、マジで。食べよ。ありがとう。いただきます。いただきます。ケンの方、氷多くて薄いかな。ネギいい感じだね。そう、自家製ネギ、うん、おー、うん、美味しいじゃん、美味しいじゃん、うま。いただきます。いただきます。うん、冷えてる、最高、うまい。うん、ごまいいね。うん、あー、氷水、うわ、氷水めちゃくちゃうまい。今年の北海道結構来てない？暑さ。去年も暑かったけどね、今年もめちゃくちゃ暑いな。うん、あれ言ったっけ、 YouTube の動画で。旅行？県の父ちゃん母ちゃんの還暦祝いで沖縄旅行に行くんだよね。ラジオでは結構喋ってたんだけど、うん、楽しみだね。うちの親がね、何年ぶり、40年ぶりの飛行機、ずっと働き詰めで長期の休み取って旅行行くっていうことをしてこなくて、うんうん、よく頑張ったよ、本当に、うん、だからお疲れさん旅行だ、うんうん、かつ、まあ、還暦のタイミングだから、うん、還暦おめでとう、お仕事お疲れ様旅行、楽しみだ。うん、うちらもさ、うん、父ちゃんと母ちゃんをちゃんと旅行に連れてってあげるの初めてじゃん。うんうんうん、もうちょっと本当は早く親孝行したかったけど、遅れて遅れて、そうだね、やっとね、楽しみだ。なんかすごい思い出になりそう。うん、動画も撮ろうと思ってるんで、うん、うん、民謡居酒屋で踊ってる動画残そう。めっちゃ楽しみ、本当。なんか夏の沖縄って高いじゃん、まあ当たり前にハイシーズンで、うんうんうん、だから私何回か沖縄行ったことあるけどさ、っていうか沖縄出身だからさ、私のお母さんも沖縄出身だから、うん、そりゃなんか何回も行ったことあるんだけど、いつも夏じゃないんだよね、やっぱ外してるんだよね、高いから。オフシーズンにね、10月11月とか、うん、なんか初めて夏に沖縄行くから、うんうんうん、どんな感じなんだろうね、楽しみ。結構盛り上がってるよね、絶対ね、うん、来年は海外とか連れてってあげれたらいいけどね。そうだね、うちの親がパスポート5年前ぐらいに取ったんだけど、その理由が2人で留学してて、うんうん、俺らが住んでるところに会いに来るって言って、うんうん、オーストラリアにね、パスポート取って来ようとしたんだけど、結局仕事が忙しくなっちゃって休み取れなくて流れたんだよね、うん、あと4年で切れちゃうってことでしょ。使わないで切れるのはまずいよね。どっか行こう、来年にでも、うん、オーストラリアでもいいけど。ケン、スイカあるんだった、食べる？いいね。あっちのさ、川、昨日見た川の方に行って川見ながらスイカ食べるか。いいね、
大丈夫かな。むしゃむしゃむしゃ。あなた本当綺麗好きだね。スイカ食べるのに手が食べたいけど手が汚れる心配ってこと？ウェットティッシュ持っていけばいいか。でこのそのさラーメンの皿洗ってラーメンの皿に入れていけばいい。あめっちゃいいじゃん。うん、そうしようそうしよう。綺麗好きですね。ケンはとにかくね手が汚れるとかね手に臭い匂いが残ってるとかね。まあ普通みんな嫌だけど特別嫌なんですよ。でかケン、私ね、うん、こう表面から見た時にね、うん、種が一個もないやつ探すのが好きなの。いや種入ってるし絶対入ってんだけど、うん、なんかなんとなく少なめかなみたいな。そうライデンスイカだ。そうちょっと川辺で食べて帰ります。あっちそれかそこにさ足つけてまあいいや。あそれもいいね。それもありだね。そうするか、うん、じゃーん。お、え、ぬるめちゃくちゃぬるい。温水プールでぬるぬるあ、滑る滑る、気をつけて。あーうわうわ、最高やん。じゃあ、行くか。メインはこの後らしいので。俺の実家か？普通に県の実家ってオチだった。ありえるよ。微生物怖くないめっちゃ。足に傷ないけどさ、足の傷からなんか寄生虫とかがさ、侵入して。感染症、感染症起こすとか。やめて、その謎の潔癖症みたいなの出すの。家汚いっしょ、あんた。なんか今この川に入って足を水道で流したかったんだけど足を流せる場所がなくて、うん、ウェットティッシュでね、まあ綺麗に拭いたんだけど、ケンはこういうのが嫌なんだよね。でもまあ子供たちも入ってるしいいとは思うんだけど。でも微生物怖いでしょ。大人になると、まあ、いろんなこと考えちゃうかもしれない。子供の頃の気持ちの方が良かったのに。え、でも共感する人いるような気がする。結構ね、なんか大人になるといろんなことを考えて。なんかバイキンとか言うならまだしもなんか微生物って。やば、死ぬ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 。熱っ。島バテて。うん。あんたまだ入ってんの？出なさい、いい加減。うん、やばいよ。やばいって。さすがに出ないと。さすがに倒れるぞ。一丁前にナンガだもんな。それよりいいやつ使ってんな。ということで。今からメインの場所に向かいます。果たしてケンが行ったことのない感動的な場所なのでしょうか。いや、でどこなんだ。それとも、その言い方は。それとも見慣れた景色なのでしょうか。アルテン、どこ？どこなん？まあ、ちょっと今もう行き先設定するから、うん、バレる。言っちゃうんだけど、この後次の目的地八犬山です。八犬山？ああ、ほがね。え？とりあえず、うん、とりあえず八犬山に向かいます、はい。それからのことはまだ秘密です。はいはい。But now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. And my name, they're telling me to head your way. Down your own path, you'll be. 27°C.今回まどかさんにもいろいろ協力してもらいました。 ありがとうございます。
今ケンはまだそこのトイレでこっちに来ないように言ってあるんで。ここです、斉藤。おお。ケン焚き火できなかったから。ケン、あのね、うん、直火のやつね、うん、今日ケンのお祝いだって言ったらね、まどかさんとケンジさんが作ってくれたんで。え、普段ないでしょここに。確かにあっちだよね。嬉しい、ありがとうございます。ケンジさん、まどかさん、めっちゃいいでしょ。めちゃくちゃいいね。暑いね。じゃあさっさと立てて、一回お風呂行かなきゃいけないんで私たち。うんうんうん、はい、私たちのホームグラウンドと言っても過言ではない、まさかの近場の八犬山に到着しましたけれども、どうですか。何、サウナ。サウナじゃないんでしょ、小金温泉。小金温泉もだってホームじゃん、うん、割と。賢治さんたちとキャップ、うん、この前の打ち上げ、打ち上げもう一回やってんだけどね。まだ何も気づいていません。何ということで、ここからお風呂入って次の動画、はい、お風呂は小金井。そう、本当は鹿の湯行こうと思ってたんだけど、今日清掃日で。あ、そうなの。4時からなんだって。え、小金井行きたい。全然鹿の湯遠いからさ。小金井でも、小金井3分で鹿の湯10分なんだけど。あ、そんな、うん、変わんないんだ。じゃあ明日の朝鹿の湯行く、うんうん、朝やってないんだよね。あ、やってないか。朝の1時ぐらいからだっけ。そう、今ということで次ですね、お楽しみに。本日もご視聴ご機嫌よう。ご視聴ありがとうございました。それではまた。シワも浮かれてんの。ちょっと降りてみたら。